はよう。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。RT ジャペンとス対マイナビ仙台レディースの一戦です。まずは前半8分のシーンです。高橋から中田が合わせていきました。惜しくも枠の外に行ってしまいました。はい、クロスの質とこの中へ入ってくる中田選手、得意の左足だったんですけどゴールの枠に飛ばすことできませんでしたね。続いて13分、マイナビ仙台コーナーキック、佐藤楓から宮澤、ここも防いで最後は杉澤。これね、全部のヘディングがゴール入ったかなということだったですけど、はい、杉澤選手よく書き出しましたね。最後はこの、ここですね、はい、杉澤美星です。続いて18分です。抜け出した井上のシュート、
もう自分でパスを出して動き出してまたもらって、まあ、絶好のシュートチャンスだったかなと思うんですけれども、キーパー松本選手のナイスセーブでした。42分も大宮のシーンです。林のシュートでした。決定機となりましたね。はい、いいボールが目の前に来て体勢もよく、あとは決めるだけというシュートでした。迫力あるシュートだったんですけど入らなかったですね。0対0で折り返します。ゲームが動いたのは11分のシーンです。一瀬から館が受けてそのままシュートに持ち込みました。いや、館選手も前半から背後のスペースを狙っていたというふうに、インタビューでコメント出していましたけど、このシーンも相手ディフェンスの背後から入って、でうまい具合に体を入れて、難しい体勢ではあるとは思うんですけれども、しっかりとゴールキーパーの上、はい、ゴールに突き刺した素晴らしいシュートでした。続いて35分、大宮途中交代で入った坂口です。惜しくもポストというところでした、はい、もういい状態でもう坂口選手なら決める決まるっていうワクワク感がありましたけれども、残念ながら決めることできませんでしたね。大宮アルディジャベントス対舞の美仙台レディースの一戦、1対0で舞の美仙台レディースが勝利を収めました。マッサーの中、やはりボールが思うように動かず、ミスからカウンターを食らう、本当に前半は非常に、悪い流れ、リズムも悪く、まあ、やはりなかなか自分たちのゲームにならなかったというところで、まあ、余計に苦しい展開だったと思います。まあ、後半も、まあ、少しボールを動かすところでは、距離感を良くしたりとかしながら、取り戻しつつある中のゴールだったので、まあ、そういう意味では非常にいい時間帯のゴールだったと思います。まあ、苦しいゲームをものにできた、それからこれからの連戦考えていくと本当に非常に大きな一勝だったと思いますし、これを次につなげていきたいなと思ってます。もうサポートの質、まあ、もうほぼそこに、比重を置きました。やはりボール持ってる人が後ろに後方にしかパスコースがない、前線にボールを追い越して、前方向あるいは横にボールを動かせなかったというところでは非常に相手のプレスがこうはまりやすい状況にあったというのが前半、まあ、後半は少しその辺のサポートの角度を変えることによって、まあ、展開を広げることができたというところで、リズムを取り戻したのかなというふうに思ってます。やはりそのアクションというとハードワークとか裏への狙いだとかそう思いがちですけれども、やはりその、オフであればボールを運ぶとか相手を抜くだけじゃなくスペースにボールを運ぶだけでもパスコースは増えるし、オフのところではやはり、相手から離れる動きであったり一歩二歩の動きで意識で変わるんで、まあ、そういうその細かなところを変えるだけでアクションなのかリアクションなのか、いつもその、待ってプレーする選手と自分から、欲しがって要求する選手の差っていうのはもう圧倒的に違うんで、まあ、その辺をトレーニングでは、徹底してます。やはり本当に上位にいるチーム、まあ、今までも日本の女子のサッカーを引っ張ってきたチーム相手に、我々は新たに生まれたチームですので、まあ、まずいろんな取り組みをした中で、どれだけ今自分たちがそこに対して通用していくのか、勇気を持って立ち向かえるのか、まあ、それがもう本当に一番大事なところだと思うので、まあ、まずは臆せずチャレンジャーとして 100% の力を出して向かっていきたいなというふうに思ってます。前半立ち上がりから、まあ、相手ペースのチームもたくさんあって自分たちの攻撃があまりできなくてシュート数もあまり出なかった中で後半修正してみんなが連動して、シュートの意識をもっと高め合って最後にああいう形で点が取れてよかったです。はい、まあ、前半は、まあ、大宮に攻められるシーンが多くて、まあ、自分的には耐える時間が多かったと思うんですけど、まあ、やっぱり、後半のところで、
まあ、いかにうちらのサッカーをするかっていうところを一回整理して、まあ、ゲームを終われたところがすごい良かったかなと思います。自分らのミスからああいうゴールシーンを生んでしまってるシーンが多かったので、まあ、とりあえずもう積極的にボールに行かせるっていうところと、まあ、どんどん守備面でも攻撃面でもトライしさせ続けるっていうところは自分の中で意識 しました。このディフェンスラインと私だけっていうよりかはまた本当11人全員でゴールを守るっていうところは私は意識しているので、まあ、自分がコントロールできるところもあればやっぱり10人が判断していくっていうところも多くなると思うので、本当にそこはみんなが伸び伸びできやすいようしやすいように、まあ、私が、まあ、逆サイドのところであったりっていうマネジメントはし続けようかなっていう意識を持ってました。その優勝争いっていうところはもう厳しいのが現状ではあるんですけど、やっぱりゴールキーパーとしてゼロで終わるっていうところは本当に、まあ、仕事をしなければいけないところだと思うので、チームがどういう時でも本当に失点しないところっていうところを大事にしていきたいと思ってます。